桃川を止めるな<ー>はということで、はい、止めませんさあ映画続いてるな今月はお<ー>イベントもあったりとかね,、うん、ねこのコーナーもあったりして桃川を止めるな毎月テーマを決めて映画を紹介していくコーナーですはい。2月のテーマは受験シーズン見たらやる気が起きる映画です そうだねでももうあれだね、うん、そろそろ卒業シーズンみたいなそうだ、ね、なってきたね空気的に季節もどんどん移り変わっていきますがこちらの映画をちょっと見てみてはいかがでしょうか。はいはい、マダムインニューヨーヨえニューヨークにマダムがいるっていう状態ですね。 まあ状態としてはそうですね。この英語を読み解くと完全にわかった、うんまあ。理解されました。理解できた。じゃあ説明お願いしてもいいですか。ニューヨークにマダムがいるっていう様をまざまざと見せつけてくれる。はい。そんな映画です。え、あらすじ参りましょう。こちらね <laughs> インド映画なんですよ。えー、そうなの。う,うん。<お>でもすごくこうポップで見やすいインド映画でしたけれどもね。<お>あの主人公のシャシは。 夫と子供のために人生を捧げてきたごく普通のインド人主婦でございます、うん、でもね家族で一人だけ英語が話せないんですああそうなんだそのことで家族に見下されて娘からもねことあるごとにはっ恥ずかしいからやめてみたいなうん喋れないんだったら来ないでみたいなかわいそう学校来ないでこんな感じでバカにされてきてるわけですうん でまあちょっとなんかフラストレーションを感じる中そんなある日ですメイの結婚式に招待されて家族より一足先に単身でニューヨークに行きますうんあここでようやくマダムインニューヨークの状態ですね状態がはい。でそこで4週間で英語を喋れるみたいな広告を見た写真は勇気を振り絞ってその教室に飛び込んでみます、うん、この勇気だけで、うん、もう すごく価値があるよね本当にそうそこが難しいんだもんだこの勇気は素晴らしい、うん、この映画の注目ポイントこちらです言語一つで世界が変わるまあそうだね写真の単身ニューヨークでの生活、うん、まるでイギリスにいた自分を見ているようでした <laughs> もうできるのは名前を言うことぐらいで <laughs> うん、うん、まあ ちょっとニューヨークせっかく来たんだからカフェに入ってみようかしら」って言って入ってみるものの注文がうまくできずに店員さんからまくし立てられてであの後ろも並んでるしで怖くなって泣いて飛び出しちゃうとか<ー>もう本当私なんですよ。言葉が通じないと何もで,んで,でもねシャシと私の大きな違いは行動したことです。 変わりたいと思ってシャシは英語のクラスに入学しましたここよここですーシャシーサイモモはしなかった <laughs> いやでもしょうがないでもそれが大半だからそうだねう頑張って学校に現地校には通い続けましたけどコミュニケーションを取るってことをせずに自分の殻にこもった一年を過ごした私とシャシは大きな違いがありますようそうかでその英語のクラスでね主人公のシャシたちは全員同じレベルなんだけど まあ、単語だけをつなぐようないわゆる出川イングリッシュみたいな「ういうアイゴプレイスとかねみたいなはい、はい、ところからだんだんと助詞、まあ、とか形容詞とか覚えて、うん、文章になってくんですよ<ー>少しずつキャラクターたちが成長してる変わっていくっていう様子がこの今流れているような、ね、インド映画らしい。 素敵な音楽とともに感じられます。うん、そのころで、映画ってこう、キャラクターの心情を表した音楽がかかるんですが、うん、それがね、すっごくいいシーンで使われてて、でやっぱり、その印象としイメージとしては、その音楽に合わせてこう、うん、ダンスしたりとか、違うんだよ。そういうシーン、ないんだ。そういうシーンではなかった。えー、そう入社誌がニューヨークで頑張る姿とともに、うん、彼女の心情を表した。うん あのインドミュージックが流れるって感じへ珍しいねでも、まあうん。爽やかでポップですごくそういう意味ではインド映画のスタートにもいいかもそうだねでね英語を話せることで世界が広がっていくわけです、はい、少しずつだけど確実に写真は変わっていきます、うん、友達も増えて自信もついて平凡な日常に彩りが出てくるんですよでね 英語って今世界の人口の25%を話すと言われてるじゃないですかはい、はい、もう喋れるっていうだけでいろんな国の人たちと関われて世界がぐっと広がるじゃない、うん、でこの言語が増えるだけで自分と違う価値観とか異国の文化を知ることができますよね、うん、それによって写真は自分の小さな世界から徐々にこう抜け出していくんですよ えらいねシャシは本当に<ー>この映画の中で本当もう見てて切なくなるんだけど家族全員がシャシのことを母親としての役割を押し付けてうん、うん、閉じ込めて見下してるんです母親としての役割なんだねそうああそうかもうなんかもしお前のなんかいいところはこの料理がうまいところだけだなみたいなこのためにお前は生まれてきたんだよなみたいな 言葉とかそういう呪いをこうちょっとずつかけ続けるんだよね。そ,でそれで自分はまあ英語もしゃべれないしこれぐらいしか脳がないから仕方ないって思ってたシャシがいろんな価値観に英語を通して触れて変わっていくわけです。うん、でこのコンプレックスである英語を少しずつ身につけることで押し付けられたその母親っていう役目から意志を持った一人の女性、うん、人間に戻っていくっていうシャシが尊厳を取り戻していく映画なわけです。はは、うん、はいはい、はい、はい でね、この映画を見ると、その人と人をつなぎ合わせて世界を広げてくれる言語って素晴らしいなって感じるし、コンプレックスを克服することが自分の自信に繋がって自分を守ることでもあるなと思うわけです。はい、この映画を見ると、いろんな角度から英語を学ぶという意欲が。 湧いいてくると思ます真面目にやっときゃよかったなって思う一つに英語があるやっぱり今からでも遅くないよ4週間で英語は喋れますからねなんで急に四週間で喋れ4週間で喋れますからねみたいな「You can speak English for weeks!」本当に知らんけどまあでも変わろうとしてらいつからでも変われるからそうだねそういう映画でした見ようね さ,あゆーたろさん、はい、今日うのプレゼンでどれくらいこの映画見たくなりましたか、はい、ポイント評価してもらいます今日のプレゼン何ポイントいただけるでしょうかはい今日のマダムインニューヨークプレゼンはポケトーク5台分です。便便利利ポケトーク便利ーやめて今 携帯の翻訳機能もものすごく優秀になって確かに言語を喋る必要ってなくなってきたなと感じてるところではあるんだけどやめてあれあればもう英語だけじゃないどこの国にも行ける便利自分の力で未来を切り開こう以上桃子を止めるなでした